遠い、私が遠い。一日一回入ればいいんじゃない、あれ。今日は7月15日で並んでる番号も715番。はい、7月15日は何ですか。おめでとうございます。海の日。お願いします。カツレ。今さ見た、38番出た瞬間に6ついたの、気のせい。俺、お疲れ様でした。のぶたグループ668番。はい、何言ってんだよこれ。じゃあどっかにいる。あ、アマデジにいる、もしかして。ここにいるの、やばいでしょこれ。まあでもビッグスタートついてるしね、打ってみっか。1日に1回図柄添えればいいと思ってください。ギャンボー。ありがとうございます。ソロポッドステーションのちゃんちゃんです。はい、本日7月15日海の日でございます。取った機種は P 貞子です。路頭に迷ったんですけども、とても荒いと言われている貞子、ちょっと挑戦してみようと思います。僕自身まだラッシュをやってないので、ご説明にちょっとね不備があるかと思うんですけども、結構スペックが特殊なので、そこで楽しんでいただけたらなと思います。というのもラッシュがですね2000分の1で、そう簡単にできるラッシュないんですよ。ただラッシュ、逆にそれだけ重い分ラッシュ入った時の手玉感がすごいということですので、そのラッシュ、まあ、1日1回入ればいいんじゃないかな、上出来かなというラッシュですので、なんとしても座ったからには皆さんにお届けできたらいいなと思いますので頑張ります。そしてミッションもやってまして、ミッション内容がこちら。どうもニャンニャンです。今年も新ミッションが始動しました。今回は個人ミッション。新ミッションのルールはこちら。4つの中から1つでもクリアできれば罰ゲーム回避。失敗した人が集まって隣駅で罰ゲーム。もう罰ゲームはゴリゴリだ、カテブリー。サナバ分が5万発サナバで浮かしているので、あと5万発で達成できるので、しかもまだ中旬ということでですね、初めて10万発サナバに大手ということで、今月初サナバ10万発目指して頑張っていこうと思います。それでは皆さんでいきたいと思います。せーの、ガテブリー。ありがとうございます。お方は当たりの絵も取れて、今とてもホラーなことが起こって、僕なんと今持ち玉持ってるんですよ。なのにデータがどこにもないんです。ってことで、ごめんなさい、ラッシュは取れてなかったんですけど、そのあたりがちょっとなくなっちゃったみたいで、3500円で結構軽い当たりでめっちゃ喜んでて、3000発できたんで、今持ってもあと1162発、残ってます。まあ改めていきましょう。この台なんですけども、また目指すところは、ホコラチャレンジ39分の1、液晶で転廃したらホコラチャレンジになります。真ん中にアイコン止まってくれます。そうなると、その回転台に行きます。ここで、球が見事 S に入ってくれたら、ここでやっと1回転です。ここまでいけたら大当たり確率なんと約17分の1と。当たれば次何をするかというと、ラッシュにぶち込まなければならないんですよ。1500で真ん中の切れ目でジャッジが入って、そこで上乗せが成功できれば、見事ラッシュって形になります。この台上ラッキートリガー搭載なんですけど、どこがラッキートリガーなのっていうと、そこで極み最強ボーナスっていうのが、あの 50% で1500発上乗せしていく強力なボーナスなんですよ。そこがラッキートリガーになってます。でそこを頑張って目指しましょう。これチャージで、これが233分の1で来るあたりで、まあ、ラッキートリガー搭載ければ大体入ってるチャージなんですけど、300個もらえるんですけど、たまーにボーナスに昇格するんですよ。この機種ミッションはここから
ラッシュ取ってくださいがミッションになってます。あ、遅れ、遅れチャレンジ取れました。入った時にね、この回転の色が白じゃなくて青だったり赤だったりしたらチャンスアップ。ホコラチャレンジまではテンパイで終わっちゃうんですけど、 S 入ったらリーチの後輩に行くかもねっていうところになるんですけど、 S バレて発展したら発展先は全部で3種類になります。配信者系のリーチ、女子高生のリーチで、一番嬉しいのがサダと覚醒、いけたら 80% あります。女子高生だと、シャープ1から4女の子の話があって、3と4だったらチャンス、4だったら3割ぐらいで、配信者だったらカズマくんがめちゃ熱くて 50% オーバーかな。でもね、先読みが入んないとね、ホコラチャレンジ結構取れないイメージなんですよね。で、疑似変動で最大2回変動してくれます。偶数ではテンパイしないので、左からが奇数じゃないとホコラチャレンジは蹴っちゃいますね。で、一応カスタムで先ローリングもできるんですよ。 S に入った時に回ってくれるっていうのがあるので、まあ、先に熱いかどうか分かりたい方はぜひつけてみるのもありかなと思います。この台のね、ラッシュの確率がなんと2000分の1と言われております。重たい分強力です。で、重たい分へそが開いてます。でかいです。だから液晶が止まってるっていうストレスは比較的ない台です。で、2000分の1なので、ラッシュ確率1日に1回ラッシュ取れたらいいなと思っています。取れなかったらごめんなさい、ザラにあります。さすがに1日2回取れるとはね、そんな引き強いと思ってないので。ただ今さだまのミッションの方で言うと、今5万発ぐらい浮かせてるんですよ。いや、この台ほんとラッシュ入っちゃったら一撃で達成あるんですよね。この台のね、ストレスポイントはチャージばっか取るとか、いや S 入らないじゃんじゃないんですよ。ホコラチャレンジが取れないことなんですよ、一番のストレス。39分の1はね、当たり前にポン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 引いてくれないと困るんで、液晶回ってんのに1個に取れないのが僕の中の一番のストレスで、モードが今図柄モードで遊んでるんですけど、ドラムモードっていうのがあって、ドラムモードはホコラチャレンジとかがドラムで止まれば発展しますよ。対局告知モードっていうのが、ノイズ走ってホコラチャレンジ成功して当たってる前に手がガーッと押してくる、結構ド M な人向けのモードがあります。もう当たりがとっとと分かりたい方はそれでもいいかもしれませんが、心臓の弱い方はやめた方がいいかもしれません。ちょっとドラムモードいってみますかね。はい、こんな感じでくるくる図柄が回るので、チャージだったらチャージ揃うし、これはチャレンジだったらこれはチャレンジ揃うしみたいな。で、このブランク図柄のサタ図柄がポンポンポンで揃ったらチャージに変わったりとかあります。で、他のモードいってみると、最強告知モードでは、ノイズが走れば何かが起こるみたいな。というわけで図柄モードに戻します。11チャレンジ入った時に色変わってほしいんだけど、あお、いいよいいよ、これ入ります。チャンス、色ついただけでも。あと、ここで初っ端な赤系の予告が来れば嬉しいんだけど、井戸、あ、貞子の足、こっから配信者系に行くのか女子高生系に行くのか。待って、4熱い、一番いいじゃん。タイトル赤になって、まゆちゃん赤、赤じゃないのか。でもこれでも、まあ女子高生系は最後カットインがないから、最後のボタン勝負、怖っ。そこにいたらもう目前じゃん、当たり。守れ、お願い。何が見えてたん、あそこまで行って呪えない貞子も悔しくないんですからね。女子高生系だと今のが一番いいリーチです。ホコラチャレンジ赤くなって、白い、いいよ、エース。でもこれだとね、発展しないパターンもあるんですよね。
残念。ここで終わっちゃうこともあります。あ、動画見れない。ファンタスティックカードの動画が見れない。あ、違和感じゃなかったこれ。まさかこれ当たりとかない。ミッションクリア、いけ、ミッションクリア、白貞子、貞子覚醒。300もらいました。へそがビッグだからたまに不思議な動きして、こっちから来る球とこっちから帰ってくる球2個同時に入るんですよ。液晶が回ってるのがいいですよ、ちゃんとね。止まりましたけど。次で10回目、10回目で仕留めたいね。だからちゃんと S 入れて、ただこ覚醒とかやって80%で当たってラッシュぶち込みたい。やらせてくれだっていいじゃん、ラッシュ1回ぐらい。そのまま5万発出てくれだっていいじゃん。気づけばもう早14時でございます。お写真とかね、ご対応させていただいた時間とかもあるんですけど、早くも14時、ラッシュ今だこず。もしかしたらこの動画15分の可能性ある。挑戦しやすい台ではないと思うんです。でもそれを乗り越えた先のラッシュがどんなものかっていうのが気になると思うんですよ。今日はそのラッシュを頑張ってお見せするので、それを見た上でちょっと打ってみようかなっていうのはちょっと決めていただきたいなと思います。2枚目、急に来た。10回目のホコラチャレンジ頼むよ。違う、ダメ。10回目はさ、せめて入ろうよ。はい、外れ。13回目失敗。よし、赤くなって、色ついて、あ、ついてない。 OK、 やっと回ったよ。ファンタスティック、カーズマいった。お願い、いけ、あず、いけ、まずい、カーズマ、あっつー、 50%、タイトル赤お願い。よしよし。で、カットインがもうデンジャーだからもう最高っす。やっと来たぜチャンス。カットイン、あがれ。カズマくん、もしかしたら赤タイトル赤カットイン出方かもしれない。当たってほしい。よし、ナイス、カズマくん総投資1万8000でございます。414回転、よかった。ここに来れないかと思った。よし、レオラッシュ皆さんにお届けしますよ。よかった、当たったよ。14回目のホコラチャレンジで成功しました。でも S ジャッカーは7回目だったかな。いやー、カズマくん様様だ。ファンタスティックカズマ最高。いや、カズマくん頑張ってくれたから、次はファンタスティックサダコのおかげですよ。で、まあ、仕組み的には次の1500の切れ目で 50% の振り分けの3000を取れてるかどうかってことになります。いいの入ってよ。さあ、いけ、ファンタスティックサダコ、いけ。ここで運命分岐になります。ボタン告知かサプライズ告知があるんですけども、分かりやすくボタン告知の方でいきます。こっちは突然手振ってきたりします。で、ボタン告知は2分割で連打と一撃があって、一撃だったら 77% あります。連打だったらちょっと弱め、 38% ぐらい。一撃頼む、頼む、頼む、いっとっと、77%よ。落ちろ、まだあるから、まだあるから、まだあるから、タナコ落ちろよ。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘っつって、嘘だろ。一応ね、最後のボタンもあるんですよ。ボタンで復活は 20%。
嘘でしょ、一撃取ったじゃん。頼むよ。刺激は外しちゃあかんのよ。なんでファンタスティックカズマって。おー、チャージヒート。もう覚醒しちゃいよ、その子。4回目失敗です。慣れてきました。あ、チャージよ。いしょ。あ、出てくれー。オーケー。ダイナイト。おー、ゴラチャレンジ7回目 OK。 どこに行くんだ、探索。これ弱いんだよな。芽生えの部屋チャンス。あ、いいじゃん。チャンスって書いてる。チャンスです。タイトル大事ね。でもこれね、まさかのホラーゲームを紹介するっていうね。え、どうしたんでしょうか。だわ、配信者にじゃ面白すぎる。8回目。どうだ、また発展してほしいですよね。お、配信ファンタスティック、ファンタスティック、こっちでもいい。お、ファンタスティック、いけ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 、ファンタスティック、ナイス。もうこれは手段だから。あ、熱い熱い熱い。いや、絶対赤になるんだよな、カズマくん。で、多分カットインも赤からだと思うんですよね。あ、2段階いった。あ、2段階もあるんだ。いけ、よし、もう取ろうよ。っていうか、カズマくんでしか当たらない。57回転、モンスターもまだあります。1811個残し、外し1万8000です。いや、どうしようかな。もう連打やめよう。サプライズの方にしようかなと思います。皆さんにお見せしようよ。突然告知で、どこでもデラッカーモード。どこで来んのかな。違和感があるみたいなんですよね。おー、来た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 。やった2000分の1。引けました。4500って、もうこの時点で上乗せのチャンスもらえるんで、このまま5万発もたまにあるかもしれない。アクティブモード、サプライズモードにするとテラッカの予告がふわーってオーラがなくて、アクティブにすると落ちるかもよのやつが来ます。もちろんサプライズ。これで 50% で上乗せします。さあ、ここから落ちるかもよですね。なんか首細くなかったよ。で、どこで来るのよ。で、ここでどん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 次6000とか行くのが楽しいんですよ、この台は。やばい、チャンス終わっちゃう、終わっちゃった。だったら今回は 50% の噂から漏れましたってことで、次は普通ラッシュに入ります。さあ、調査のコラッシュ、これがメインのラッシュになりまして、ここ継続率 73% で、当たったうちの半分が3000プラス上乗せチャンスで、ダメだった方が1500です。風車が出てきて図柄を煽るパターンと、側当てで図柄止まってどうですかっていうやつと、一番熱いのが少女解放の時。動画見てる感じ、そんなに強くなくても当たってるイメージです。で、これもう3号とか赤とかの組み合わせだともう8割超えになります。
一回落ち着かせて、よしよし、 OK です。でここで次3000を取ってるか1000を取ってるかだと1500かな。でも多分3000に上がるチャンスもあると思うのでラウンド中期待っすね。多分8ラウンド目から1080ぐらいでさっきラッシュだったかった。おおおお、8ラウンドじゃなかった、全然びっくりした、3000でした。そんなに怖いのに、あの極めたボスだけちょっと安いの面白いで個人的ツボなんですよね、さっきから。よし、これで岩乗せチャンスいただきました。ってことで切れ目で岩乗せチャンス、さっきサプライズにしたからアクティブにしてみましょうか。こっちの方が落ちるかもって分かりやすいです。ここから出ますよっていう風にメーター出るので、ここからです。あ、ごめんなさい、僕サプライズ選んじゃったんだ、失礼しました。それは煽り来ないわ、失敗。サタコラッシュ、まあ、ここでね決めさせればまたチャンスもらえるんで。いるかねこのカメラ、また恥ずかしいやつ。さあ行きましょう、超サタコラッシュ、もう一回またチャンス狙いに行きます。どんな感じで当たるとかは分かっていただけたかなと思います。そう簡単に終わらせられないです。あ、よかった、あ、よかった、って言いながら上げてくれるの知ってるよ。これ怖いんだよな、さっきの知ってしまったから。この辺どう、ボタン、あーしくじっちゃった。昇格していただきたいんですが、これ8ラウンド目には必ずボタンが煽るよってことなんですかね。さあ満発ありがとうございます。押したい、早い、なんかさあで終わっちゃう。目玉スピードが速いっすね。で意外と 73% がやれてる事実、なんか 80% とかよりこっちの方がまだなんかやれるのかな。なんか高継続率を落とす気がするんですよね。あ、お、いきなり、お、いったいったいった、ありがとう。今のでも通してくれた、あ、やった、残念だ。次こそはもうやろうよ上乗せ。まあサプライズじゃなかったらこのカメラで見ないもんね。さあ始まりました。どこで来んの、一応ねこのシステムがラッキートリガーなんですよね、この台の。当たれば半分でラッキートリガーに連れてってくれるっていうのがこの台のプラスの勝ちなんですけど、一向に生かしてないです。いや6000とか入れたよね。え、ちなみにモード今デフォでやってるんですけど、先ローリングと先読みチャンスもあります。そう何度も来れるラッシュじゃないんで、多分これが今日最後のラッシュなんで、ラッキートリガーの本当の威力を見せたい。長いよ、あー惜しい。あ、サダコ接近注意、おお、あ、サダコ接近注意、おお、そういう感じなんだ。あ、1か7じゃない、どっちだろう、リーチ行くのかと思った。怖っ、お願い1回ぐらい押させて。さあ、あっという間に到達しました、1万5000発です。だってこれで次3000で上乗せ2回なんかやったらもういきなり2万発でしょこれ。振り分けは負けてないですね、3000、3回の定価ボーナス3回、上乗せだけ、あとは、あ、いいねいいね、解放、よし、普通はこうです、7個に7対1。いやー3000やりまして、普通に球出てるもん、これやりたい。おー、ちょ、あった。あった。73% とは思えないけどな。あ、あ、やった。
今聞きました、ムッチーの言葉。東急ハンズの手って言いましたよ。同意。やったやった、やっと完成。さあサプライズ。でも確かにあんな感じだよね。で 50% なのよね。多分このラウンドで最後かな。まだある。手が微動だにしない。下手だな。いやまあ3000だけどありがたいんだけど、ね、青上がれ色、青でもさすがにきつい。だから風車の演出は期待度的だとまあまあ高めな方です。青でも上乗せする。長いよ。 OKOKOK、 安心させて貞子。よし、七図柄にお願いします、上がってください。なんでよ。ただこれで狂気2万っす。なんかこれ頑張ってるうちにさ、上乗せでなんか5万発一撃いけないから、それぐらいの可能性感じるんだけど、この台から2万発オーバー、ありがとうございます。僕上乗せ1回もできてないでこれですからね。手出しまいましょうか。ドキュハーン、おいった。意外と成功するのかな、どっちなんだろう。取ってました。ちょっとアクティブにしましょうか。あ、こっちなんだろ。お、あ、なんだよ、こっちダメなのかよ。もう一回落ちろ。やったー、やった、上乗せ4500。何この気持ちいい音。今までこの音なかったんじゃない、パチンコで。じゃあサプライズ、よし。今のイメージで、今のイメージ、2分1で上乗せ。次6000チャレンジ。結構終わり頃できたから8ラウンド。おおおお、やばー、急に来るじゃん、固まってくれるじゃん。6000ですよこれ。やばいって、このパチンコ。いやこれ頑張るわ、こんなに面白いんだったら。あの通常時頑張れるよ。さっき7500で、振り分け理論値でいうと6000発が 12.5%、 7500以上が 12.5%。 いやその先行きたいな。おおおお、来た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 、7500。ちょっと待って、これ始まるぞ。やばいな、やばいしか言えない、自分がやばいんだけど。頭おかしくなりそう、気持ちよすぎて。今日さらばやばいっすね。昨日と今日で4万発ぐらい乗っけてますね。さあ9000チャレンジ行ってみよう。いや9000も行きたいですよね、贅沢だけど。寄るときは寄るんだな。大丈夫、8ラウンド目ぐらいもチャンスだから。振り分け多いのはそこだと思うんだけど、どうだ。あー、振ってこないとまずいかな。ダメですけど。いや7500まで来ましたわ。7500ボーナスパンチ効きすぎっす。さあ一撃5万まで一応半分来ました。半分以上、あと2万3000でしょ。3000はあと3回ぐらい取ったらね、ちょいちょいってやればね、いけちゃうよな。あ、点滅、あ、筋肉、これあ、ロングヘンド珍しい、点滅で。オッケー、リーチかかればなのか、点滅は。あの、投球ハンズボタンが決まりだしたから僕はもう何も怖くない。なんかこの1500か3000で昇格したら一撃3万なんだけど、
今月はさ行きたいんですよ、サダマで10万やったことないから。このミッション始まったから今月が一番大手なの。そこまでできててまだ月の仲間だから余裕なはずなんですよ。今月こそは絶対取る、サダマ10万必要だ。そのプッシュ、オッケー、ナイス。会社のあのガセ何だったんだろうな、結構いてくれるじゃん。さあこれで一撃3万バットまでもかかりました。緊張するそろそろよ、そろそろ 50% ラストチャンス。惜しい、おお、ナイスイン、一番最後よ、すげえ、ここまで引っ張ってくれるの。3万いきました。5万パッテの近道はここで上乗せです。この最後まででしょ、これもあるってことでね。あ、惜しい、初ラッシュになってしまって申し訳ないです。でも今すごくこの台好きになってます。ぶっつけ本番になっちゃいましたけど、でもちゃんと出玉性能の目を皆さんにお見せできてよかったっす。あと1万9000発ぐらい、長いね。あ、OK OK OK、いきなりこのリーチ来てくれるの鳥肌なんだけど。よいしょ、であとは3000をもぎ取るだけ、上乗せ。なかなか7上がってくんねえな。素直に来てくれたの1回だけですよね。ただこで5万発いいんじゃない、あんな後ろの番号で。ハプニングもあり、恐怖あり、笑いあり、涙あり、こっからの昇格あり、あるんかい。3000 の上がり方で、僕はサプライズモードのが面白いですね。おい、このさブーンの音いいね。いつものリングだったらギャーなんですけどね、これ癖になるな。あと3回 50% 引けたら4万発になります。このまま順調にいきたいね。だって上乗せも味方してくれてんだもん。また気持ちいいブーン聞かせてよ。4500からの6000ブーンチャンス、最後まで上乗せたっぷり、縛りまで。残念、あと1万4000発いいんだ。あと3000発を5回でも届くのか、上乗せなくてもいける。これはいけるよ、ここ行かないともったいない。取れる時に5万発に到達させよう。大手、そんな簡単に。あ、1からスタート、え、まだできる、貞子まだ諦めないで、貞子7500。あー惜しい、36,150発。この3つの3000もったいなかったですね。でもね、いやこれは面白すぎますわ。今日抽選悪くてよかったまであるかもしれない、この台のラッシュと向き合えたことで。いろいろね、朝トラブルありましたけども、ここまで粘ることの不思議だったと考えれば何も起こってません。というわけで2日連続3万発以上獲得できてますので、まだね多分できてないんですよ。結果お楽しみにしてください。今月はサダマ10万発で決着をつけます。ありがとうございます。カゼブリー、お疲れ様です。実践終了でございます。サダコ無事ラッシュができまして、僕が思ってた以上に玉が出ました。ハマりました、すいません。実践って1回限りの台かなとか思ってたんですけど、困った時打ちそうです。全体通して、打ち込みが足りてない部分で説明のね、あの幅がちょっと少なかったと思うので、まあ、それに関してはまず、すいませんでした。ただ、出玉感という部分では分かっていただけたかなと思います。特殊なんですよね、39分の1を通して2分1通して17分の1通して 50% 通してみたいなことがあるんですけど、で通常時がね、正直ワンパターン頑張れカズマファンタスティックみたいな、
題だったんですけど、ただラッシュがねあまりにも強力すぎてかつ面白すぎるので、それを経験してしまうと通常時苦じゃなくて、あのために俺も頑張ってるんだっていう気持ちで打てるなっていう風に変わりました。でまず藤正さんらしく、まあ、リングのびっくりっていうのプラス、ここでも手落ちるのねみたいなところ、最後までそこたっぷりの突破みたいな、一番最後の球でボナスしたりっていう感動場面もあったりしたので、完成度高いなっていうふうに思いました。ただ今までのリングシリーズが好きな方はちょっとまた同じと思って打っちゃうとちょっと違う感想になっちゃうのかなっていう感じですね。投手紙が4500発に対して回収が3万5550発だったので、3万1000発上乗せということで、なんと7月15日にしてサダマが8万発に乗りましたので、やりたかったミッションの1個が達成できたので、今月はちょっと勝ちに徹してしまうっていうところも今まで以上に出てきてしまうかもしれませんが、パチンコ楽しむ気持ちは忘れず残りの収録挑もうと思います。ちゃんちゃんのサダマ10万発ぜひ応援していただけると嬉しいです。ということで、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。サダコね、どんな台かなと悩んでた方はこのラッシュ見てちょっとやってみようかなと思う人が増えたら嬉しいです。それでは皆さん、明日も良い一日を。さよなら。はい、それでは出玉紹介いきたいと思います。はい、こちら門間さんのバラエティは楽しそうでいいですね。キシンホスリー、エカディア様ラブジョー、そしてゲンさん2ゴブセララッキートリガーって感じです。そして鬼がかりと門間さんの僕がいいなと思うところ、バラエティの2大3大セットのところが出玉感溢れてて、ちょっと最近一風変わったで打ちたいなって時は特に門間さんおすすめです。でスロットも、スマソロ中心に、出玉感あったと思います。以上ジョジョの出玉紹介でした。今回はですね、はい、カレンダープロジェクト in 沖縄、じゃじゃーん、チャーシュー麺が美味しいんですけど、ダブルです、ダブル。どこか懐かしい味なんだよね。昔風ラーメンの究極美味しいバージョンです。いただきます。